本日はセリアから売られているハートのシリコン型を使ってネイルパーツを作ってみたいと思います。それではどうぞ。使用するカラーはミルキーピンクです。ではこちらを塗っていきます。はい、ライトに入れます。ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。ではパーツ作りに必要なものはこちらです。作りたい色のホロとベース&トップコートです。ではこのシリコンパーツの中にベース&トップコートを流し入れます。ではこの中にホロを入れていきます。ではもう一度ベース&トップコートを流し入れます。はい、このままライトに入れます。はい、ではこちらを取り出します。簡単に取り出すことができます。はい、こんな感じです。ではこちらをつけたいと思います。はい、ではベースを塗ります。ではこちらのパーツをのせます。ちょっと寂しいので周りにもストーンを乗せていきたいと思います。ではこちらのパールをつけていきます。
はい、こんな感じでライトに入れます。はい、ではトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、こちらでシリコン型を使ったネイルパーツの完成です。ぷっくりして可愛いです。では次にこちらのチェックネイルを作っていきたいと思います。はい、では次に使用するカラーがこちらのミルキーピンクとホワイトです。ではホワイトのカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。こちらの未硬化ジェルを拭き取ります。はい、ではこの上にチェック柄を描いていきます。ではこちらのパレットを使っていきます。この上にミルキーピンクを出して使います。使う筆はこういったちょっと細めの筆を使います。ではまずはじめに横の線を描いていきます。一度塗り目は薄くて大丈夫です。ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次に縦の線を描いていきます。
ライトに入れます。はい、では、では2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらの上にパーツを乗せていきたいと思います。ではベースを塗ります。パールのパーツをつけていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、こちらでチェックネイルの完成です。こちらで完成になります。シリコン型を使うとネイルパーツが簡単に作ることができました。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。